宗師様、失礼いたします。姫様をお連れいたしました。ご苦労。この件については以上だ。持ち場に戻れ。は、失礼いたします。長旅ご苦労であった。お前にはこれからここで生活してもらう。お前はこの天崎宗師の妹として恥ずかしくない淑女になるように心がけよ。礼儀作法、教養、すべてにおいて完璧を目指せ。私が本日姫様を中央都市までお送りする役目を務めさせていただきます。ああ、彼はこういう性格なんですよ。気にしないでください。ダメだ。まあ、あんたがそう言うなら開けない方がいいんだろう。申し訳ありません、姫様。おい、よそ見をするな。何をやっているんだ。早く車を出せ。動くな。お前はおとなしくしていろ。俺のそばから離れるな。
いい加減離れてくれないか。今ので自分の立場が分かっただろう。今までがどうだったかは知らないが、これからのお前は狙われる立場にあるということだ。それも分からないようなら、先が思いやられるな。こんな場所で話をしていては、狙ってくれと言っているようなものだ。早く中央都市に向かうぞ。いった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 。ああ、もう。だから田舎は嫌なんだ。申し訳ございません、姫様。ご無事ですか？さあ、参りましょう、姫様。まったく、こんなところで時間を取られてしまうとは。ああ、さっさと中央都市に向かおう。すみません、世良さん。そうだが、何か問題があるのか？不釣り合い？お前はこの国の姫様なんだぞ。お前で不釣り合いなら、この部屋を使える者はいない。俺はお前を守るのが仕事だ。離れたら守れないだろう。断る。それに触るな。お前は狙われる立場なんだと前にも話しただろう。
この部屋に花が置かれた話は聞いていない。何かが仕込まれているかどうかは定かではないが、触らない方が無難だ。心配しなくていい。お前を守るのが俺の役目だ。そんなことを頼む前に、守られなくてもいいように気をつけろ。セラはお前の警護兵だ。お前の食事中にこいつも一緒に食事をするなどあるはずがない。離れた隙をついて何者かが狙ってくるかもしれない。お前は何も分かっていない。お前、俺の話を聞いていないのか。襲われる可能性が高いのだから気をつけろと再三言っているだろう。